はい、本日はですね、ノースフェイスのホットショットクラシックの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、そちらがですね、こちらのアイテムになってるんですけども、もう僕にしてはちょっと珍しく柄物の小物っていうことになってるんですが、紹介していきたいなと思います。で、まずですね、この柄なんですけど、これがバンダナ柄って言って、今年の2020年から出てるモデルっていうことなんで、まあ基本的にはこのホットショットってよく街中で見かけると思うんですけど、まあその中でも黒とかが結構メインで、僕も今回黒買って紹介しようかなとかって思ってたんですけど、まあこういう普段シンプルな服が僕結構多いので、シンプルな服の時とかはこういう小物はあえて柄入れるのもまあありかなと思って、まあ柄にしたっていうのと、あと僕の場合で言うと嫁も使うので兼用で使うってことも考えて、女性ってこういう柄ってかって合うじゃないですか。だからまあ女性も使うこと考えたらまあこれでいいかなと思って、大人気のホットショットの紹介をしていきたいなというふうに思います。ではこちら、まず容量なんですけども、容量がですね26リットルっていうことになってて、26リットルがどれぐらいの大きさなのかって僕はピンとこないんですけども、僕が普段使ってるこちらのカバンっていうカバンがあるんですよ。これカバンっていう名前なんですけど、ローマ字で、こちらはおそらく確か19リットルかなんかやったと思うので、こう見た目的にはそんなに変わらないとしても、中身の容量ってもう全く違うくて、まあ、こちらやったら1泊2日ぐらいの旅行とか2泊3日僕持っていくもの少ないんでやったら全然いけるんですけど、こっちとかやったら26リットルなんで、本当に夏場やったら1週間ぐらいの着替えとかは持っていけるってことになってて、おいおい1週間もちょっと言い過ぎやぞっていうことやと思うんですけど、ちょっとそれをまず見てもらいたいなと思いますので、どれぐらい入るのか見てもらおうかなと思います。僕もですね、最初届いた時に26リットルってなんかまあそんな変わらんのかなと思ったんですけど、開いたら結構ちゃうなっていう感じあって、まあ、まずですね、旅行行く際って絶対パソコンあると思うので、まあ、大学生の方とかも今パソコン持ってある方多いと思うので、それはですね、この中があるんですけど、この中に入れるような感じになってて、これが Mac の13インチなんですけど、こちらは15インチまで対応してるので、この手前の方であれば13インチとか、あと iPad とかも全然入るような大きさになってて、この後ろ側の部分っていうのが15インチ入りますし、なおかつこの間にパッドが入ってるので、まあ、しっかりパソコンが守られたり電子機器が守られたりしてますので、まあ、まずこれは必要だろうということで、次に服、着替えの1週間分を持っていきたいんですけども、まあ、夏場といえばやっぱりバギーズですよね。バギーズ3着を僕は掘り込んでいくんですけど、まず1着目、そして2着目、そして3着目ということで、この中に今バギーズがこのように入ってるんですが、この上にさらに T シャツを入れていきます。では T シャツがですね、こちら白なんで分かりづらいかもしれませんが、1、2、3、4、5、6、7、7日分の活動の T シャツと、あとは着替えですね。着替えも7日分あるので、2、4、6、7、はい、という感じで、まあこんな感じになってるんですけど、まあパンパンにはなってるんですけど全然入りますし、まあさらにですね、まあこういった水筒とかもこの横っ側に入れる場所があるので、横っ側にポイント入れて、まあこのように水筒もポイント入れといて、まあ携帯の充電器とかもあると思うんで、携帯の充電器とかは次は前に入れていけばいいと思うんですけど、はい、とまあこれぐらい入るので、多分めちゃくちゃサイズ的には26リットルってこれ見てもらったらめっちゃちょうどいいやんっていう感じだと思いますし、これを持ってればカバンがあのコロコロとか持っていかんでも2泊3日とかぐらいの夏場とかやったら全然楽勝でいけると思うんで、まあ、ちなみにパンツ持ってないのはですね、僕バギーズショーツをラーで履いたりよくするのでパンツ持っていかなかったんですけど、 T シャツが14枚入ってパンツが3枚入って、で充電器とかも入って水筒もあるって考えると、多分見た目以上に収納力はあって、あ、さらにパソコンもありますね、パソコンもあるってことで、まあ、人によったらここからですね、まあ、いろんな物を入れたりする可能性があると思いますので、まあ、そういう方は多少であれば全然前は入ると思うので、あとは着替えとトレードしながら物を入れていく形にはなると思うんですけど、まあ、これぐらいの容量があるということになってます。であとですね、一応そのメインのところっていうのは基本的に仕切りはパソコンの、先ほど見てもらった PC の部分しかないんですけど、前の部分にももう一箇所収納スペースがあって、まあ、ここに関しては例えばペンを入れたりだとか、あとまあメモ帳を挿したりとかできますし、こういうテープが付いてたりするので、このテープに中ピューってなんかパスポートとか入れたりもできますし、まあさらにこのジップがあるので、このジップなんかにはまあ入場券とかそういうものを入れておけばいいかなというふうに思いますので、まあこの辺は前の部分っていうのはちょっと小分けができるようなタイプになってて、後ろのところがメインで PC 以外は小分けはないんですけど、大きい容量が入れれるという感じの仕様となっております。で先ほど見てもらったこちらのカバンはですね、同じような大きさに見えると思うんですけど、 PC に関してはこっちは13インチまでしか入らない
なくて15インチは入らないので、まあパッと見は似てるんですけども、やっぱ容量って19リットルと26リットルでは全然違うくて、荷物の多い方は多分こういうタイプの方が容量的にはいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに大人って20リットルぐらいがデイパックってよく言われたりするので、まあ1日普通に過ごす分であればこの19であったり20リットルぐらいって問題ないと思うんですけど、ちょっと荷物が多い方とか、あと旅行行きはる方とかっていうのはこういう26リッターぐらいあると結構安心していけるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、僕みたいに荷物が少ない旅行のタイプの方っていうのはこれ1個あれば2泊3泊4泊ともすれば夏やったら1週間ぐらい行けるんちゃうかなという感じにはなっております。で、あとちなみにお勧めしとくのがこちらのクリッパーですね。まあ、このクリッパーですね、全然ノースフェイスでも何でもないんですけども、これはちょっと引っ掛けたりとかするときに使えますし、ドアのノブであったりとか、あとテーブルのとこにカチンって引っ掛けてカバンを引っ掛けたりできるので、このクリッパーは結構僕以前紹介して視聴者の方からむしろカバンよりこっちの方が良かったですって言われたことがあるぐらい好評やったんで、今回も一応紹介しておきたいなと思います。ちなみに僕はですね、この色味はなんていうんですか、メタリックっていうんですかね、なんかちょっと暗めの色になってるので、まあそれ同じやつはまた下に動画説明欄貼っとくんですけども、シルバーであったりゴールドであったり色は何色かあるようです。はい。で、次はですね、こちらが、まあ、ナイロンの生地を使ってるんですけど、まあ、デニールっていう生地の分厚さが表記であるんですが、僕今までファッションとか服ジャケットとかでこれ50デニールなんですとか150デニールなんです、150ってめっちゃ分厚いですよねみたいな話してたんで、大体結構僕の視聴者の方はですね、デニールといえば大体イメージつくと思うんですけど、こちらのカバンがですね、底の部分、要はカバンを置いたり地面に置いたりとかして吸ったりすると思うんですけど、この底の部分に関してはデニールがですね1680デニールという驚異的な数字になってまして、今まで仙台のデニールの話なんかしたことないんですけど、まあ、それぐらい分厚い生地を使ってるので、例えば地面によく置いてるスケーターの方であったりとか、あとまあ大学の講義とかでパンって床とかに置いても全然擦れて問題ないですし、あとまあお子さんがいらっしゃる家庭とかでもお子さんが後ろのとこカリ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 しても破れることはないですし、まあ、これを下敷きにして滑り台を滑っても破れないんじゃないかなというぐらい分厚い生地を使ってて、まあ、そこのとこは1680なんですけど、この普通のこういうところであっても420デニールっていうことになってて、かなり分厚めの生地が採用されているので、かなり強度のあるような生地感が使用されているということになっております。でですね、次の特徴はですね、この背負ってる時に感じた部分なんですけど、まあ僕も何回かこうパッて背負ってみたりしたんですけど、あ、これいいなと思った部分がいろいろ考えられて作られてはいてるので、例えば背負いやすかったりとかする部分はもちろんそうなんですけど、それ以上にこの裏面になるんですけど、この裏面っていうのがここ全部一体がメッシュで、さらにこっちの要は肩に当たる部分っていうのもメッシュ素材で作られててですね、さらにここがこの表地もメッシュになってるので、まあ、風が来たらしっかり多分通るような設計になってると思いますので、カバンってどうしても夏場蒸れてきたりとかするので、リュック敬遠する方とかって多いと思うんですけど、僕もそうで、真夏とかにこうリュック背負っちゃうとここにぴったり跡が残っちゃうんですけど、まあ、これももちろん汗はかくと思いますし暑いとは思うんですけど、普通のリュックに比べるとメッシュ素材を使ってるので、まあ、そういうところは快適になってるんじゃないかなというふうには思います。で、メッシュ使ってたら冬寒いんちゃうかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ基本的に冬場ってジャケット着てると思うので、まあアウターであったりジャケット着てたら、まあ暴風のジャケットとか着てたら全然こんなん関係ない話なんで、真夏場にあって嬉しいっていうのがこのメッシュ素材かなというふうに思いますので、まあこの辺なんかは夏場背負うことを考えられて作られてるんじゃないかなというふうに思います。で、次がですね、水の撥水ってことになってるんですけど、これはですね、今回水の撥水加工とかっていうのは全く表記されてなかったんで、もしかしたら水が浸透する恐れがあると思いますので、一回簡単に水をちょっとかけてみたいなと思うんですけど、このですね、おちょこスタイルっていうスタイルでキャップの裏側でおちょこスタイルを作るんですが、受け皿はですね、しっかりゴミ箱を用意したいなと思います。あ、しっかり撥水の加工はされてますね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 。なので多少は弾くんですが、まあその辺もずっと使ってれば全然弾かなくなると思うので、まあ中も濡れちゃうかなというふうに思いますので、雨とか降っちゃうとちゃんとカバーとかかけないと、パソコンとかある方は結構気にした方がいいとは思うんですけど、まあちょっとした雨であれば全然問題ないぐらいの撥水の加工はあるんじゃないかなというふうには思います。ただ僕個人的には大雨とかでパソコン入れた状態でこれ持って出かけることはよう怖くてできないので、まあ、PC であったりタブレットを持ってはる方っていうのはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでデメリットとしてはよく人と被るっていうところで、これ結構やっぱ人気なんで、今見てもらったみたいに特徴的にも使い勝手いいですし、背負う人のこと考えられて作られてる
ているので、結構被ることって多いと思うので、まあその辺は人によったらデメリットなんですけど、まあ正直な話、人の持ってるカバンなんか正直興味ないし、誰も見てないじゃ見てないと思うんで、まあ自分が持ちたいカバン持つのが一番いいと思うんですけど、よく気にされてる方多くてですね、人と被るとか気にされてる方多いんですけど、正直誰も見てないでって僕は思うので、自分の持ちたいものを持ってればいいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個のデメリットとしては、先ほど言った雨ですよ。水とか豪雨とかになってくると濡れちゃう恐れがあるので、まあその辺はちょっと怖いかなというふうに思います。で、次はですね、おすすめの方っていうことなんですけど、すいません、ずっとペットボトルが出てましたね。ちょっと隠しておきますね。はい。では、おすすめの方っていうところになってるんですけど、おすすめの方はですね、先ほど言ったみたいに、まあ荷物が多い方っていうのが、まあ日常的に荷物が多い方とか、大きいものを持ってある方とかっていうのは、この収納力があるので、26リットルぐらいあると、多分1日使う分には全然申し分ないぐらいの大きさだと思いますし、逆にこれよりもう一個大きいサイズのビッグショットっていうのがあってですね、ほぼほぼ同じ形なんですけど、ワンサイズ大きい30リットル以上になってるんですけど、そのタイプとかになってくると、本当にパッと見た見た目が登山っぽい感じというか、もう背中の大部分がもう占められてるというか、大部分がリュックで背負われてる感じで、日常的に見ると少し大きく見えちゃうので、まあお泊りとか登山行く時とかはそれぐらいの大きさで全然問題ないと思うんですけど、日常的に使うんやったら、まあこの大きさが一番いいんじゃないかなというふうに個人的には思います。それ以外の方であれば、旅行に行きはる方とかであれば、こういう背負うこともいろいろ考えられて作られてるので、まあ例えば先ほど言ったメッシュもそうなんですけど、この胸元のところにしっかりこう、このカチンって止めるような金具がちゃんとついてあるので、まあ金具というんですかね、ストラップというんですかね、まあこれがついてあるので、まあ背負ってる時に肩だけに比重が来るんじゃなくて、しっかりこう分散してくれて、さらに胸と腰のところにもあるので、腰のところも止めれば、しっかり分散して背負えるような設計になっているということで、まあ旅行とかにも向いてるんじゃないかなというふうには思います。で、まあこれはですね、本当に定番中の定番で、もうずっと形がもうほとんど変わってないような状態でずっと発売されてて、値段も1万5000円前後ぐらいで発売されてたりするので、ノースフェイスのリュックが欲しいっていう方には、これは結構おすすめなカバンかなと思いまして、僕が持ってるこういうカバンはちょっと特殊なカバンになっているので、あんまり万人受けするタイプではないんですけど、まあ、万人受けするタイプであればこういうタイプの方が、まあ、収納力、背負い心地って考えてもこっちかなというふうには思います。まあ、こっちはスーツとかでも合わせれるかなというふうに思うので、まあ、そういうちょっと、まあ、仕事とか考えてはる方はこっちかなとは思うんですけど、まあ、こちらは女性の方でも合わせれるので、まあ、男女関係なく持ちやすいカバンになってるんじゃないかなというふうには思います。で、今年のですね、バンダナ柄がですね、ちょっと公式のオンラインの方ではちょっと僕見当たらなかったんで、一応僕が購入したサイトっていうのも下に貼っときますので、バンダナ柄見てみたいなっていう方はそちらから見ていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はノースフェイスのホットショットクラシックの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。